こんなとこで何してんの？なんだ、私てっきり猫の真似して転がってるのかと思った。そうだね。なにそれ、もしかして私のこと狙ってんの？うーんだ。そうだね。よし、付き合ってあげるからこっち来て。いいからいいから。お姉ちゃん、あら若葉、それに真鍋さんも。あのね、お姉ちゃん、真鍋がね、お姉ちゃんとデートしたいって。
んかお姉ちゃんと約束してるんでしょ。お姉ちゃんと遊びに行っておいでよ。じゃあ私忙しいから、バイバイ。でも、いいんですか？私なんかと。ですか？そんな急に言われても。やっぱり子供っぽかったですか？遊園地なんて。そうなんですか？ありがとうございます。じゃあ私あれに乗りたい。ダメですか？お願いします。大丈夫です。はい、確認しました。
スクリューですよ。マナベさん。あ、そうだ。私、あれにも乗りたい。私、高いところが好きなんです。へえ、そうなんですか。すごかったですね。見て乗りたくなったものがたまたまそういう系統のが多いというだけで、決して大好きというわけでは。とにかく早く行きましょう。こっちこっち。次、あれに乗りましょう。どうぞ。顔色が悪いですよ。
礼というより私が勝手に楽しんじゃってただけみたいですね。でも、最後にもう一度超絶叫ハイループジェットコースターに乗っていきましょう。私、こんなに楽しいと思ったこと、生まれて初めて。うちに上がってお茶でも飲んでいきませんか？構いませんから。ただいま。真鍋さん、どうぞ。お父さん、おか。知らないって言ってるでしょ。私、そんなところに行ってない。嘘じゃないって言ってるでしょ。大体その見た人っての本当に私だって確認したの？見ただけじゃない。だったらそれ私じゃないかもしれないでしょ。お姉ちゃんかもしれないでしょ。その時間にうちにいなかったのは私もお姉ちゃんも同じじゃない。
それは。うるさいな。どうせ私はお姉ちゃんとは違うわよ。お姉ちゃんみたいに素直じゃないし、頭も良くない。あんたたちはお姉ちゃんだけ可愛がってればいいじゃない。私のことなんかほっといてよ。ごめんなさい。変なところ見せてしまって。休みなさい。お帰りなさいませ、ひろし様。